ディワーニーをロバート・クライブに授けるシャー・アーラム2世、アラー・ハーバード条約は、1765年8月16日に、インドのアラー・ハーバードにおいて、イギリス東インド会社と、ムガル帝国との間に結ばれた条約。1764年10月、ムガル帝国、アワド大主、全ベンガル大主の連合軍は、ブックサールの戦いでイギリス東インド会社の軍勢に、 乾杯を喫し、1765年8月16日に、ロバート・クライブは、帝国の皇帝者アー・アーラム2世に、以下の条項を認めさせた。ディー,ワーニーをアルタムガーして、イギリスに授与することに関しては、8月12日の直令ですでに認められていた。また、すでに、イギリスが、ベンガル大使からザミンダーリーが与えられていた。 カルカッタ周辺の24軍と、オサムソケンを与えられていたチッタゴン、バルダマーン、ミドナープルの3軍を、改めて、アルタムガーとして与える、胸の直令も出された。同年9月30日、ベンガル大主ナジュムティーン・アリーハーンはこの条約を受けて、イギリスに、3州の d ーーニーを授与した。イギリスがこの条約で獲得した、3州の d ーーニーの存在は大きかった。 これは三州を割譲されたわけではなかったが、イギリスが帝国の州財務長官としての所税の徴収、資質の職務、権限を皇帝により認められたということである。また、ディー,ワーニーをアルタム側として与えたことは、三州のおさむそ権を獲得したも同然であった。三州の行政権に関しては、イギリス任命の副大使が行うこととなっており、それを通して、 司法権を行使することも可能であったが、ベンガル大使が存続していたため、これらの地域は二重統治となった。イギリスは最初は、間接統治を行い、ベンガル、ビハール、オリッサには、インド人の代理、ディ d ンを配置して、オサム祖権を行使した。1772年、ウォーレン・ヘイスティングスが、ベンガル知事となると、徴税、行政、 司法が直接統治に移行されることとなった。オリッサに関しては、ベンガル大州やナーグプルのボーンスレイケ、ニザーム王国、フランス。その後、イギリスとニザーム王国との間に友好条約が締結され、北サルカールをイギリスに割上する代わり、その税収の一部を軍事援助費用に充てることが定められた。皇帝は、アワード大州の保護を離れたため、アラーハーバードで、 イギリスからの年金受給者となった。また、この時から帝国に支払われるようになった年金は1857年に帝国でインド大反乱が勃発するまで続いた。イギリスも、また、皇帝から与えられたディーワーニーを1858年まで手放すことはせず、名目上は、この三州の財務長官であり続けた。ベンガル大使はイギリスに、 d ーーニーが与えられたことにより、租税収入がなくなり、彼もまた、イギリスからの年金受給者となった。イギリスは、ベンガル大衆に内定費として、年額540万ルピーの支払いを行ったが、代替わりの土に減額され、1772年からは160万ルピーに固定され、1880年に、ベンガル大衆の称号が廃止されるまで支払われた。その一方で、 アワド大使、シュジャー・ウッタウラは、過重な賠償を課せられ、その後に結ばれた、同盟条約バーラーナシー条約ではイギリスに対して、駐在官や軍隊の駐留を認めるなど、従属的な立場に追いやられた。この後、従属的な立場はさらに増していき、1801年には、軍事保護条約を結ばされて、反王国化した。ありがとうございます。